またあのもう証拠りもなくねこれあの作ってみましたけどね、これちょっとねもう仲間まーとね、この時何人って言いましたかね、総勢6人ですね。でちょっとあの淡路島にまた渡ってまいりました。ただねこれあの125でね、これあの瀬戸内沿いをこうあの須磨から明石海峡大橋のところを川沿い走ってるんですけどね、もう塩屋の川沿いじゃなくて海沿いですけどね、これね、この道をねこうねだらだら走るのにはね、あの景色を見ながらね楽しく走るには別に排気量はいらないんですね。むしろこの125とかね、ほんと現地の方がいいぐらいでね、景色を見るにはなかなかいいもんですね。でこれ実はなんとね、今回ね明石海峡大橋っていうのはね、このツーリングはねちょっとあのやばすごいイベントついてあるんですよ。あの明石海峡大橋の橋脚に登るっていうね、そういうイベント付きだったんですね。これあの海峡大橋の下に残して、ね、人間が渡れるねこれ立派な道がついてるんですよ、まあ、全面グレーチングなんですけれど、普通にまあ考えましたね、なんでこれをその歩いてですねそのアーチまで渡れるようにしてないんかっていうね、危ないとかね、なんて言うんでしょうね、歩いて渡れない橋っていうのは何なんでしょうね、本当ね、これ車第一優先で非常に感じ悪かったんです。これねエレベーター、長い長いエレベーターが乗ってね、結局この橋脚の一番上のところがこうハッチが開くわけですよね。これも橋脚の一番上ですよ。このね橋架け技術のねこう水位を凝らした、まあ、とんでもない橋ですよこいつはね。これがこの指導のもとね、まあ、いろんなねこう講習を受けないとこう登れないんですな、実は物を落としてもいけないということでね、これ上から見下ろしとるんですけどね、これね高所恐怖症とかね、ちょっとあの高いとこは苦手とかね、そういう人はねここにねこのツアー海峡大橋のこのツアーに参加してはいけません。これなぜならねこれはね、即死します。はい、これはね半端、もうこうして見て分かるようにねこれ半端じゃないんです。これ300メートル上なんですけどね、ここね割と平気なんですけどバカですから、まあ正直怖かったですねこれね、これはかなりのもんですよね。このねもうこのね橋脚も良かったんですけど、やっぱり僕はねこの下のこの道路の下のグレーチングでできたこの道、空中廊下ですよね、これ海の上のこんな素晴らしいもんがあるんですけどね、これはねぜひともすぐに開放すべきやと思いますね。そしたらもうあの立派ないい橋やと言いますね。これ車のためだけの橋っていうのは非常に気に食わないんですよね。でこれはねあのタコフェリーで明石海峡大橋に登りながらですね、実は明石海峡大橋を渡らずにですね、こう無難にあのちゃんとあのタコフェリーで渡ろうと、そういうことなんですよ。これ VMAX ありますけどね、これはですねこの花田敏郎さんのですね、ここに長さんも写ってますねこのシェルパの、これねなかなかねこのバラバラのね6台でね、これ五郎さんも写ってますけどね、楽しかったですよ。でこれあの、まあ、例のごとくあのフェリーに乗ってですね20分かからない10分15分ですかね、すぐにこの淡路島に到着します。これは今船が来たところですかね、まあ、こんな感じでねタコフェリーに乗り込んで島に渡るわけですよ。125で渡るとねなんとね750円ぐらいでしたよ確か、1000円かからんかったですね。こうじゃなくちゃいけませんね、この本当にね近くで見てもねこれ全くあのどえらい橋です。あの橋の下にねこのあの博物館みたいなのがあってですね、この建築途中の建築の苦労とかね工法なんかを詳しく説明してくれてますけどね、怖くなってきますね。あんまこういうあの大きな仕事は僕にはできません、こういうのはね。これもなかなか激しいもんでしたね。僕なんかどっちかというとこういうふうにですねこう地道にですねあの船を使って、渡りたい方なんですね。ただこのとんでもない技術は認めますけどねこれね、誇れるもんだと思いますね。ただし車でしか渡れませんこれ。
さっきね一番上まで上がったところのこう下を今度は、ね、タコフェリーでくぐるというね。で実はねこの辺からねもう電池がなくなって、これね高台貨幣公園にあの一気に飛んでしまうんですね。この高台貨幣っていうのはですね、まあ、この江戸時代のねこのあの、まあ、海鮮商人っていうんですかね、まあ、あの船で、いろんなものを運んで、流通業なんですけどね、この菜の花ホールっていうねこの高台貨幣さんっていう偉い、まあ、商人ですな、この人のことをこの小説に書いた司馬太郎先生がですねこの菜の花の沖というねこのすんばらしい小説を書いて、まあ、その名前から取ったこの菜の花ホールですね。この2人はね要はその貿易してる時にこのロシアとモンチャがあったわけですよ。でその時にこの高台貨幣っていうのはこのロシアのロシア人とですね、ご浪人でしたっけね、男の友情みたいなのがちょっと生まれてですね、あの民間外交みたいな感じでねいい感じなんですね。で肝心の K の松原とかですねそのその辺のやつは全部画像がなくてですね電池がなくて、でまあ夜は夜であの酒を飲んでですね食らって、まあ、充電も忘れてましたしね、このようにね、まあ、結局残った電池で撮ったのは、帰り道のこの神戸、これあの海洋博物館でしたっけね、今日あの川崎の単車を見に行ったんですけどね、肝心の写真はね、電池切れで全く残っていないというね、とにかくまあ経営の松原は良かったんですけど、明石海峡大橋の、長大さとね、300メートルにねノックアウトされたと。であと明石海峡大橋の下を、歩いたりチャリンコで、渡らせないかんだろうと、そういうこう謎の疑問で終わった、まあ、ツーリングでしたね。結構走って疲れました。